ホースラディッシュは油中の体幹性の多年層。和名は西洋わさび。別名にわさび大根。フランス名由来のレフホール。馬わさび、西洋わさび。英名の直訳で馬大根。商品名で山わさびと呼ばれることもある。フィンランド、東ヨーロッパが原産。先の尖った60センチほどの明るい緑色の大きな葉が特徴である。現在では、 アメリカ入りのイシが世界需要の80%の生産を担っている。アメリカではコモンタイプとボヘミアンタイプの2品種が知られている。根を乾燥させ粉末にしたものは粉わさびやチューブ入り練りわさびの原料となる。ホースラディッシュの辛味成分はからしと同様に排湯体で存在するためすりおろすことで酵素が作用して辛味と香味が発現する。 生化学実験では、本種由来のコウソペルオキシダーゼが市販、利用されている。白色をした根には強い辛味があり、すりおろしたものは、ローストビーフの薬味として欠かせないものとされる。その他、特に生産が盛んな北海道ではすりおろしたものに、醤油をかけて、ご飯のおかずとする習慣があるほか、同ウブやまわさびを使った、カップラーメンが、コンビニエンスストアで販売されている。 ブリの刺身の薬味として用いることもある。わさびやガラシ同様、すりおろして長時間置くと辛味成分が揮発してしまうため、早めに食べることが望ましい。栽培は非常に良い。生命力が強く、根の断片を土中に埋めるだけで容易に発芽する。収穫の際に取り残したり、分断してしまった根からも増える。キャベツと同じ油中の植物であるため、時として、 モンシロチョウの幼虫に葉を食害される。葉は様々な昆虫に好まれ、ほとんど葉脈を残すだけになるほどに食い尽くされることも少なくないが、通常、それが原因で枯れてしまうことはない。ありがとうございます。